横浜産育幼稚園の藤田正隆です。園長のワンポイント子育て第5回目です。これまで乳児は甘やかし、園児はしつけ、児童は教え、生徒は考えさせよという原則の中から学んできましたけれども、前回は児童は教えでした。基本的な技術、そして教養、礼儀作法、聖者善悪をしっかりと小学校のうちに教えて差し上げる、大人から学び取る力をつけた子どもは将来どこに行っても良い能力を発揮することができるでしょう。ただしそのためにはお互いの信頼関係が必要です。そこで今回は子どもとの信頼関係を築くためのお話です。それがコミュニケーションの貯金です。コミュニケーションの貯金、つまりお互いの信頼関係が黒字になっているとき、ほとんどの人はその人の話をよく聞いてくれます。しかしコミュニケーションが不足していたり、裏切られた経験が重なってきますと、コミュニケーションの貯金は赤字になってしまいます。赤字になってしまうと、相手の言うことをよく聞き取ること、理解すること、受け入れることができなくなってしまうのです。それは大人の社会でも一緒です。よく営業の方が別に用もないのに訪ねてこられることがあります。しかしこのコミュニケーションの頻度が高くなりますと、なかなかその業者さんとの関係は切ることができません。いや、切ろうとはいたしません。親しくなりますから。この営業の方は要するにコミュニケーションの貯金を積んでいるのです。ところが用がないからといってコミュニケーションが不足してきますと、気がついたら別の業者さんにお願いされていたなどということがあるかもしれません。いずれにしても家族の中で、夫婦の関係で、また子供と親との関係で、コミュニケーションの貯金は黒字にしておく必要があります。このコミュニケーションが黒字であれば、子供は親の言うことをよく聞いてくれます。例えば女の子の場合、小学校の5、6年生あたりでしょうか、半年から1年にかけて父親のことをあまり好ましく思わなくなる時があります。この時には明らかにコミュニケーションが不足するわけですけれども、その時にコミュニケーションの赤字を作らないためにはどうすればよいか。それまでの間に黒字をたくさん作っておくことです。お子様と交わり、コミュニケーションを多くして、コミュニケーションの残高、貯金を増やしておけば、半年や1年のコミュニケーション不足もそれで補うことができるわけです。では具体的にはどうしたらよいのでしょうか。今回は遊びを推薦させていただきます。子どもは大好きな大人の言うことなら大概のことは聞き入れてくれます。ではどうしたら大好きな人になるか。それはたくさん遊んでくれる大人を子どもは好きになります。もちろんお父さんたちは時間がないかもしれません。しかしそこは質で補っていただきたいと思います。つまり真剣に楽しんでいただくということです。1歳から5歳の間に、両親とたくさん遊ぶことのできた子は非
認知能力が高くなるというデータがあります。まあ、非認知能力というのはなかなか数字に表すことのできない能力、例えば集中力、行動力、思いやり、また対応能力、忍耐力、協調性などがそれです。1歳から5歳の間に、両親が共に楽しんで遊んであげることによってそれらが身につくのだと言われています。しかし、どうやって遊んでいいのかわからないという方もいらっしゃるかもしれません。それも非常に単純です。つまり大人が遊びを押し付けるのではなくて、子どもが今楽しんでいる遊びを一緒に楽しんで差し上げればよいのです。絵を描くことが好きな子は一緒に絵を描いてあげる、上手じゃなくても構いません、楽しんで絵を描いてあげる、また一緒にボール遊びをしてあげる、またキャンプなどに誘うのも良いかもしれませんし、ピクニックに誘うのも良いかもしれません。できたらば年に1回か2回どこかに旅行に行ったりキャンプに行ったりするのはとっても良いことだろうと思います。いずれにしても子どもたちを教育しようとかしつけようとかというような遊びではなくて、本当に大人が一緒にその遊びを楽しんであげる、そのことによって子どもたちとのコミュニケーションの貯金を増やすことができます。ぜひコミュニケーションを増やして差し上げて、時間のない方はその質によってカバーをしてあげて、真剣に思う存分楽しんでください。そうするならば子どもはあなたを大好きになります。そして大好きな大人の言うことならほとんどのことを心よく聞き入れてくれるに違いありません。今日はここまでにいたします。ご視聴誠にありがとうございました。それでは。